皆さんどうもどうもよろしく、ボロシドラゴン TK です。ではね、今日もエンチョンとアームやっていきましょう。よし、まあ、ロンドン城向かおう。まずね、確かね、ロンドン城を抜けてレジスタンスのアジトに行くっていうね。さて、じゃあレジスタンスのアジトへ行くためにロンドン城を通り抜けましょう。で、ロンドン城ってどこにあるんだ？ロンドン城は大階段を登っていった先にあるわ。大階段を登っていた先、大階段を登った先だな。分かったぜ。前にね、確か、あ、じゃあ踊ってもおったかな、踊ってもおったかな。レッツゴー。意味ないから、いらんから別に、あ、まあ別にいらねえんけどなって、やめとくか、やめとくか、別にいらんすなんか知らんけど、ある一生してしまう。まあこういったところもね、じゃあまあ なんで、あがん、ちょっと待って、さっきね、ちょっとね、違うゲームやっとった、違うコントローラーでR1 押しまくってもらう、やばいこれは。分かったって、いらんから、こんなもん、いらんから、多分カットになってるっぽいけど、うん、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってな、うん、手なじませんとな、まずコントローラーに。あ、そういや、そもそもこれは走ることできひんねん、これも走ってるからなちょっと待って、その前に一旦な、これ確認していっていいですかね。あ、ゴーレム生成できた。キュルベロス、あー、そういや、おったね、おったね、というよりも前回ね倒しましたね、前回、前々回か、後ろ忘れたけどもよっしゃ、合成完了、スキル購入ね。うわ、またいっぱい出てきてるかな。おお、金がないよメガシュート、これが良さそうやな。うん、カリン、それは多くの敵を一撃で片付けるほどの恐るべき蹴り、うん、メガシュート、メガシュートじゃない、ハイショットの方がいいかな。習得キャラクター、ハテナ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 、絶対これさ、あいつじゃないですか、なんか謎の男っていう、これもアンバリアショット、絶対そうやんなもうな、もうメガシュート買っておくわ。最強ダンス、これは、あ、中回復、あ、こっちの方がいいわ、こっちの方が、こっちの方が欲しいわ今のところ欲しいのはこれだけですね。じゃあちょいと一旦取っていくか、成長でね、カリンで、なんか成長じゃなかった、成長ちゃうわ、スキルややばい、ちょっといろいろ忘れすぎ、ちょ、習得の方な、これ取るで、装備、ハイリターンダンスは残しといて、ハイシュート、アクアミストとかあるから、これのワイドシュートはやれないですね。じゃあ今日これでハイキュアダンスに変えておきましょう。いいね、素晴らしい、この大階段登った先って言うとったね、ここ登った先かな。てかさ、アツマ入って大丈夫な牢獄に入れられとったやんか、え、マジで大丈夫な、ちょっと怖いんやけどちょっとマジ怖いんやけど、ちょっとほんま怖いんやけど、え、大丈夫、牢屋に入れられてるほどの男ですよ、アツマ、中に入っていて大丈夫なんですかね。どこ行けと、どこ行けと、こっちか、丈夫な鉄柵だ、え、立ち去れ、え、なに、え、貴様ら、貴様ら、バカ見下してタイトルゲーム見下してる、見下したいじゃん、バカとはなんだ、バカとは、バカとはなんだ、バカとバカ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 二度も言ったね、二度も言ったねそんなの親にだって言われたことないのに、え、何それちょっと待って、これこのワンフレーズちょっとおかしいね、おかしいね、でもない、これさ、エヴァンゲリオンもじってね、いいからよく見ろよ、よく見ろよ、こんにちは、カリンですねえ、ここ通ってもいいかしら、もちろんです、もちろんですこういう裏返ってるから、どうぞ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 なんかさ、おお、どうなってんだ、
ね。何ぼさっとしているのよ。お前何ぼさっとしてるのよ。行くわよ。いかんとな。バカ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 。親にだってぶたれたことないのに、バカに書いただけやんかって。エヴァンゲリオンのさ、有名な大説ありますよね。もじってね、それっていう。にしても広いとこやな、ここ、城。もうちょっと狭くていいんちゃう？え、どこ行くん、あと。え、中入ってっていいの？大広間。ロンドン城。え、嘘、マジ？これ入っていっていいパターン。庭という。ロンドン城って。こんな感じなんだ。意外と立派だな。意外とは余計よ。横浜の学園もさ、本当は負けないくらい立派だったんだぜ。まあな。ねえ、立派なのはいいけど、近道ってのはどこにあるんだ。それはカリン様。何？誰か来ます。なんですって。隠れるわよ、アツマ。おう、では、魔導機についてはそのように。うわ、王家やんか。レジスタンスについてはすでに策は打ってありますので。それでよいぞ。くれぐれも。はい、承知いたしております。ハートソン男爵閣下。ハートソン男爵閣下。では、よしなにか。いったく俗物って王家ちょっと。よろしいのですか、あのようなことを申されて。構わん、せいぜい利用させてもらうまでだ。反乱分子の洗い出しにな。しかし。何か意見でもあるのか。いえ。ならば口を閉ざせ。行くぞ。は。ぶん殴れてやつやんか。言ったみたいね。あいつ、橋のところで会ったやつだよな。ええ、緑光騎士団第7番隊隊長、王家よ。王家。緑光騎士団の隊長。なんだか嫌な感じのやつだな。とにかくアジトに行きましょう。この広間の西側の扉を通って先に進むと。ほう、西側の扉。レジスタンスアジトの近くに出られるわ。うん、分かった。西ってことはこっちやんな。待て、前さ、なんか西って西と思って、いや東と思って違うとこ行ったから、いや、あっとったわ。こっちなんかあったわ、なんかあったわ。来てよかったわ。ここは何も出てこんからいいよな。だいぶ楽やわ、ほんまに。けどなんかまたありそうやけどな。これ何？押す。え、ここ何これ、何ここ。隠し通路。あんなっていいんかよ、王城の中に。やばいやろ。気候区画。はあはあやな。回復もしとってんけど、なんかしたなとな。なんでか知らんけどな。え、ここ、え、こっちだってんの？行く場所さ。西側って言うとったけど、こっちだってんのやっぱな。おお、向こうに行けるぜ。まあ、行くやろ。ここ怖いな。てか狭いな、ここ。あれ？出てこへんの？敵。出てくるもんやと思っとったんやけど。え、ここ出てこへんの。ノードニア山地渓谷。へえ。もう城は終わりか。ロンドン城の中を抜けるだけって言ったでしょ。この先を西へ進むと廃坑道があるの。その廃坑道を抜ければ私たちのアジトよ。ああ、わかったわかった。ここは何もなさそう。
ここにはまだ出てこないかな。ようわからんな。ようわからんな。よっしゃ、力の要石。おい、よ、出てくんかい。出てくんのかい。ちょっとわからんかったから、ほんまにどうしよう思うかなって思った。ほんまにな。出てくるんやったら出てくるって最初から言ってて、言っててくれよ。よっしゃ、行くぞ。オッケー、行け。ちょっと待って、それいらん。何何、あ、PRM。 ちょっと流れなさ。 PRM な。よっしゃ、あ、レベル上がった。すごい、おお、経験値半端ねえ。すげえな、経験値すげえな、ほんま。そっちでやってるのか、合ってるっぽいな。よし、じゃあまあ行きましょう。よーし、アスマしか映ってない。荒野、荒野の荒野に佇むアスマ一人。こちらってどこだ。おお、合ってるっぽいぞ。ショップがあったわ、ショップが。え、うん、この穴は。ここがハイコード、ロンドン大講堂の入り口よ。ロンドン大講堂の入り口。まあ、ハイコードっていうぐらいだから、今ではマテリアルはほとんど出ないけれどね。なんで？掘り尽くしちゃったのよ。京都や横浜と頻繁に小競り合いしていた頃、どんどん掘ってジャブジャブ使っちゃった。どんどん掘ってジャブジャブ使ったの。おかげで今はロンドンの貧民街に暮らす人たちにはマテリアルは貴重品。ゴーレムなんて。夢のまた夢。そうなんや。そのまた夢。のそのまた夢。マジ？横浜ではマテリアル不足なんて聞いたことないけどな。もともとは横浜の方が資源は乏しかったんだけど、その分マテリアルを効率的に利用する技術が発達したの。まあな。で、立場は見事大逆転ってわけ。アリとキリギリスの話とよく似てるわ。働き者の横浜シティと。逃避家のロンドンシティか。そう、それもこれも王族の連中がバカなせいよ。バカの家系なんだ。バカの家系。こんなところで愚痴を言ってても仕方ないわね。行動に入りましょう。アツマよりバカってことやんな。なんでだよ。いや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 、何もないよな。一応なんか買っとくか、買えるやつ。メガブロー、アツマ。ほほほ、足らんのかい、足らんのかい。全員これがとこか。援護が上がるから、こっちですね。よし、まあ行こう。あ、一応取れるやつ取っていったらいいんか。はい、援護な。で、援護のサポートスキルをつけていけば問題はなさそうですね。よし、じゃあちょっとつけていこう。スキル、アツマ、習得、サポート。ブ、ブ、ブーやと、ブーやと、5000もいるやと。そんな聞いてねえ、そんなん聞いてねえ。マジか、え、マジか、5000もいるのか。マジか、聞いてねえ、マジ。お、トロッコがある。お、トロッコ生きてるやんか、まだ。お、トロッコ乗っていけるねえな。あ、下も、下にも行かなあかんやんか。本当に物を知らないわね、あなた。子供だって物、もう少し物を知ってるわよ。仕方ないから説明してあげるわ。耳を ズバッとかっぽじって聞きなさい。うわ、ズバッとかっぽじるわね。まずトロッコの近くで丸を押す。まあ、それはな、わかるよ、もう。うん、進んでくれる。オッケー。分かったなら早くやってみなさい。それとも、もうちょっと説明する。分かったから大丈夫。うん、大抵のね、このエンチャントアームの何か行動を起こすときは丸を押せばいいだけって。あー、これさ、ちょっと、うん、よし、こっちに来れた。着いたわね。どう、トロッコは楽しかったでしょ。うん、どうしたらいいか。俺は、まあ、それなりに。それなりに。何よ、ノリが悪いわね。カリン、こういう系好きなの。カリンは楽しそうだな。うん、スピード強。あ、そう。そう。
うわスピード級。ライガさんもトロッコ好きなの？いや好きそうじゃないよ。うん、うわあ乗り物よい。あライガーあかんな。うわルアー危なかった。どう？ライガーは乗り物酔いが激しいのよ。激しすぎやろ。なんで誇らしげなんだよ。そうやな。もう私は大丈夫だ。いいから先に進むぞ。大丈夫かライガー。行けるとこ行っていこう。あっちに行かなあかんねんけど、ちょっとこっち側行ってみたい。行ってみたいところに行ってみる。それが RPG の醍醐味です。よし、ここやろ、まずな。まあ、なんか敵が出てくるんやろうけど、なんか全然出てこへんな。あれやな、お前。出てくるんじゃないのっていうことがちょっと思うんですけど、なんで出てこない。あ、出てきた、出てきた。ほんまに全然出てこなかったからびっくりしたわ。こんな敵もあんねんな。1、2メートル行って出てくる時が頻繁にあるのにさ、撮ってる時は特に全然出てこへんねん。びっくりしたわ。まあ、これから出てくるかな。よいしょい、リアレム126も食らうんか。マジか。よっしゃよっしゃ、2匹倒したい。終わった。さっさと進むわよ。いいね、素晴らしい。こっち側は何かあるわ。まあ、戦っていこうか。あちょい、ちょっと待った。その前に出てきたよ、その前に出てきたよっていう。びっくりした。よいしょ、おう、3匹。負けないわよ。よし、オードで行こう。よいしょい、よっしゃ、終わった。1匹終わった。おお、2匹目終わった。すごい、気持ちいい。よっしゃ、もう一回オードでいけるんやね。よっしゃ、終わった。あ、終わり、終わり。うわ、すげえレベル上がった。先へ行くと上がりすぎやろ。よっしゃ、戦っていこう。コアも、コアもらう。コアもらわんとね。コアコアもらわんとね。よっしゃ、こいつらは強いんかな。あー、よっしゃ、おお、おお、一匹は倒した。おお、二匹は倒した。よかった。え、何？全体攻撃やんねんけど、これすごっ。うわ、強っ。うわ、強っ。え、何？おう。おっしゃい。結構強いな。よっしゃ、よっしゃ。あー、それでする。あー、それもする。そういうのいらんねんて。なあ、頼むからやってよ。頼むからやってよ。出ないと殺されるよ、逆に。押し倒して倒して、よかった。危なかった。うん、デストロイヤーコア手に入れた。なるほど、デストロイヤーね。破壊神やね。破壊神ではないか、神ではないわ。お、なんか、え、勇気。ダメだこいつ。誰だ誰だ。ここで会ったが、まるっと100年目勝負よ、アツマ。またかよ。またかよ。またね。こらこらこら、なんなのよその冷めた反応は。あんたと私は宿命のライバル同士でしょ。違うし。いい、別に別に。なんですって、勝負の続きがしたくないの。あんたと私は強敵と書いて友と読む間柄でしょ。違うと思う。いや別に。私はただ勝負の決着をつけたいだけなのに、どうしてこんな扱いに。邪魔なだけやもんな。大体横浜があんなことにならなければ最
後まで勝負できてたのに。あんたの友達もさ、どうせデビルゴーレム操るんならシティをぶっ壊すとかじゃなくて、もっとお金の儲かることに使えばいいのに。なんだと？だからもっとお金の。ああ、言ったあかんこと言ったよ今。トーヤがデビルゴーレムを操ってるっていうのか。お前いい加減なこと言うなよ。え、だってさ、普通に考えればゴーレムにコマンド与えて使うのは人間じゃん。私、あんたの友達があのデビルゴーレムと一緒にいるの見たし。それはクイーンオブアイスがトーヤを操って。そんなあべこべの話聞いたことないけどな。いや、実際そうやからね。確かに。ちょっとライガー、ちょっとライガー、気になってたんだけどさ、あんたたちはアツマの何なの？特にあんた。私？私はあれ何？なんていうか、アツマの怪しい勇気。あなたこそ何なのよ。あちこちでちょろちょろうろうろして言われてんで。私は世界一のゴーレムハンターよ。ただ何の目的もなく行き当たりばったりの噂話をもとに行動しているなんて思ったら大間違いだぞ。いや、なんか行き当たりばったりな気がするんだけどな。今回のお宝はなんとこの先の遺跡にあるという古代の魔導遺産なんだからね。ぶっ張られば、ウッハウハは間違いなし。ウッハウハなんや。遺跡の宝、それってひょっとして、あんたもお宝を狙ってるってわけだな。お宝は私のもんだ。絶対先にたどり着いてやる。時は金なりってね。あばよ。行っちゃった。めんどくせえぜ。何なのかしらあの子。何なのかしらあの子やな。トーヤはデビルゴーレムを使って横浜を滅ぼすなんて、そんなこと絶対しねえ。アツマ。アリン様、ここにとどまっていても仕方ありません。先へ進みましょう。進んだ方がまだマシかね。といったところでね、まあ今回イベントが進んだし、ここら辺で終わりにしましょう。ではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。では、さらば。